さんこんばんは。今日もショパンのワルツをお届けします。Thank you.
もショパンのワルツをお届けしました。右手左手の音量バランス、曲に応じた音色をイメージして、多彩な音楽用語も理解できるととてもピアノは楽しくなります。レッスンのご意見ご要望何でも受けたまっております。ゼルギゼル1136440シーピアヘムヤケヤ4040@gmail.comになります。ヘオン記号が難しい、読譜が難しいときはゆっくり自分で読んで読譜力をつけましょう。それでは